でもガーシーさん独自の SNS ですけども3980円の月額課金らしいですよで独自の SNS を維持するためにはサーバーですとか管理費とかそこにまつわるね人件費とかかかってそのぐらいになるそうです、うん、だから3万人で3 9八0円じゃないと維持できないってことはやっぱりこれをね無料で運営するためには もう本当に3万人とか、万じゃ足りないってことですよね。100万人とか、1000万人ぐらいある視聴者さんがいると、広告収入その他で、えー、サーバー代を維持できるかなっていうところで、課金しなくてもいいかなってことで、改めて YouTube の凄さを感じますよね。まあ、ガーシーさんはそんな感じで、えー、のとてつもない売り上げをいまだに上げているというところなんでね。でしかもあの、国会議員になることによって、選挙に出ることによって、3億円もらってますからね。もう完全に お金に関しては完全富裕層ということで。で、これからも、あの、やっぱり週刊文春でも追えないような裏情報をね、その、SNS を使ってガンガン出していくそうなんですよ。うん。で、まあね、本当に、えガーシーさんの味方についてる人がそうそうたるメンバーですよ。うん。まあ、あの、ガーシーさんを手引きしてる人もいると言われてますし、あの、やっぱ個人資産が数兆円って人がね、山ほどついてる <laughs> みたいなんで、 うんまあ、あのガーシーさんにしてみると昨年の今頃はなんか110円しか持ってなかったらしいですけどねで YouTube を始めて、まあ、1年でここまで本当いろんな人生を味わってきた人もいないんじゃないかなと思います、まあ、そういう人だからこれからも影響力を持ってそれからドバイのね王族の人とも関わりを持っているみたいですしもしかしたらねドバイの どっかの王族の冠を取るかもしれないですねそうなったら今度は逆にガーシーさんと外相するような場面も日本政府は出てくるのかもしれませんまあ、そのぐらいのことをしていただくとね私も胸がすっとするんですけどね言ってらっしゃい